レオファーを見させていただいたので、今からこのあのモフモフタイムということで、モフモフ動物たちを触らせて触らせていただきたいと思います。イエーイ。寝てるのにごめんね。え、かわいい。こんな感じでだらん。あったけー。あのマフラーって感じ。え、ね、めっちゃ、あ、興味津々やな。で、お友達、頭持ち、お友達、ペレット、え、腰ペレット、ハロー、あ、君、おはようございます。名前なんて言うんですか。忘れちゃったんでしょ。え、忘れちゃったんですか。なんなんそれ。あ、ちょっと待って、あ、その場合じゃなかったですね。ちょっと待って、ごめんね。大丈夫ですか。はい、ごめんなさい。もう一度、はい、そうですね。あ、ごきげんよう。あ、ごきげんよう。フェレットマダム。フェレット、ミスターフェレット。お、ミスター。ミスフェレット。イエス。じゃあ今日も散歩に行きましょうか。行きましょう。でんでんでん。さっきのレオパごっこ、フェレットごっこ、こういうことなのね。そういうこと、そういうこと。これ俺、一緒に散歩しようっていう日々を再現するっていう。なるほど、わかりましたね。おぉ、はずいはずい。え、かわいい。手出しといて。いた。待って、こっちから見せてもらいよ。ほら、寝てる。ここから見えるかな。ほら、ほら、そりゃ痛くないよ、あんた。あらあ、ペロール、ペロール。1ペロ、1ペロ。1ペロいただきました。2ペロください。カモン。2ペロ。あー、ちょびっとやってくれ。あー、かわいい。この顔見たら全て許せちゃうね。初こんな赤ちゃんハリネズミやわ。ミヤカット行きますか。ミヤカット行きますか。いいんですか。レッツゴーレッツゴー。ミヤキャッチ。あ、もうついてる。店長、店長様に。どうした、腕で。おー、いてぇ。いてぇよ。大丈夫。どう触り心地は。あのね、思ったよりあの毛の下に皮って感じじゃない。なんか本当にワンちゃんとか猫ちゃん触ってる感じ。や、こう痩せたワンちゃんって感じ。そうだよね。そうだよね。キャッキャッ。あなた引っかかりやすそうなんですよ。ごめんね。ほら、やっぱ落ち着くんやって感じた。え、かわいい。バイバイ。ごめんね。ありがとう。かわいい。ハムスターとか買ったことあるの？ない。私もない。ハムスターってさ、こんな種類あんねんな。確かに名前全部違う。これはハムスター。セプ。これがハムスターってイメージ、うん、私の中で。ハム太郎っぽい。そうそう。ハム太郎。え、待って。すごい、食べられる方の岩屋の。どういうこと、どういうこと。ひまわり、ひまわりの種って感じ。あ、尻尾も長い。ほら、だってここのひまわりの種と一緒やで、色。かわいい、野生っぽい、ね、かわいい。あ、ちょっとね、ちょっとあの、さっきからあの、ほら、絶対そうやと思ってんけど、ほんまに嫌や。危ない子が来てる。あ、これ私。ほら、笑ってねんね、あいつ笑ってんねん。同じことだけだった。いや、同じ体勢になってたのがいい。もうなんかもう、ね、かっこいいな、しかもな、その体勢がな。だから騙されたよな、最初。バルブレイク。なになになに、エンディングやから。ヘンテカルンテンテーン。そんなんさ、合うわけないやん。せーの、ヘンテカテーン。この後はどうなってほしいよ、ほんまに。こっちで任すのやめてもらえへん。やめてもらえる。私の仕事はそこまで。あ、ここまで。ここからは私でかいね。はい、どうぞ。どうでした、モフモフタイム。え、もう最高に可愛かったね。フェレット可愛かったね。可愛かった。フェレット可愛かった。フェレットごっこも人生で初めてさせていただきまして。あ、本当ですか。あ、しないですか。やってるんですか。あ、私はよく結構やりますね。あ、
とまだでも全然初めてでした全然ありがとうございます、はい、すいませんちょっともうちょっと頑張って私も頑張らないとっていう刺激をたくさんいただきましたあじゃあ2人とも今回はいい経験で次回へとつなげていきましょうそうですねここありがとうございます、はい、グダグダすぎんねん今回グダグダすぎんねん誰のせいやろうか全くわかりませんけどまあこんな感じの動画もありということで今日はこの辺で終わりたいと思います、はい